皆さん、こんにちは。日本人神戸市民の淡井圭介です。本日は2023年7月の26日、音楽業界の対バンという意味なんですが、対アイドルです。アイドルとは訳すと偶像です。要するに埴輪のようなものですね。まあ昔の人で言うとね、何を崇拝していたかっていうことなんですよ。で、残念ながら曲、歌詞のクオリティは正直ある程度経験積まれた方しか良いものは作れないです。で、まあ、真面目な歌詞を書いてなくて、いろんな人から叱られて、で、昔の戦争だとか今の現代社会のことだとか、今の現代社会でも嘘をたくさん放送テレビでされてますが、ビッグモーターさんがこの間、ニュースで放送されてましたけども、もう昔からなんですよ、ビッグモーターさん何回もテレビで放送されるの。だからもう本当の実態っていうのはもう我々にはわからない、そこで働いている人間しか。で、エネルギーのやっぱり残存量問題で、これだけ何回も淡井圭介が言っていても、動画の閲覧者数がこれだけでしょ、ファンを見ていただいても。だからもうそれぐらいしかまともな人はいないんです、日本の中に。もうこの時点で積まれてるんです。全員がしっかりと見れるぐらい根性を持ってもらわなかったら無理なんです。根性ないのに根性あるふりをしていたのが多くの大人だったんです。これが本当の話です。で、本当の話をされそうになったから隠蔽していた、いろんな人間が挑発行為を言ってきて、で、淡井圭介がいなくなったらエネルギーの残存量問題なんか絶対解決できない。もうここ20年30年以内に石油もガスも輸入止まる可能性かなり高いです。ずっと今でも、やっとこの間、ホームページに記載して、で、政府の人に動いてもらって、で、西宮北インターチェンジの、一つの工事は、パチンコ店ですけども終わったと思われます。ただもう看板一回外してるだけでまだ建てるかもしれないし、これはもう監視しておくしかない。何回か見に行って、僕はで、だから、まあ、東京の国会議員の人たちがね、ここまで見に来るってそれはそれ無理でしょ。で、この地方のね、まあ、あの場所は西宮だから、西宮市の議員がしっかりしてるかどうかの話なんですけど、しっかりしてなかったっていう結果になるんです。で、何をしっかりするかって言ったら、まあ、西宮北インターチェンジのところですけど、愛知県と大阪府が動いてるんです。で、各会社というような形になってるんですけども、各建築業者とかも含めて、ドリームなんとかとか、まあいろんな民間企業は入ってきてる、要するに税金への食らいつきなんですね。で、なぜ税金への食らいつきって言わなきゃならないかって言ったら、もともと第二次世界戦争で負けてる日本なんですよ。いいですか？ミッドウェーの海戦で負けて、ね、沖縄上陸されて、あれだけたくさんの人が殺された、本土がね、絨毯爆撃された。もうこれは今は国際条約で禁止されています。で、日本も反撃能力なんかどこにもない。それどころか自分たちで自分たちの食料を賄えるかどうかも分かんなかったのに、もう栄養失調状態ですよ、ほとんどの人が。ね、原爆さらに2発10日でしょ。で、その後日本は白旗上げて降伏しますって言ってるけども、ソ連が攻めてきて、サハリン。まあ、カラフト、日本で言うとカラフト、まあ、あちらの名所で言うと、サハリン、北方四島、まあ、北海道まで、来られたと。カラフトの件については、それまでの歴史でも、これも言い始めたらきりないんです。じゃあ、いつからだったんだっていう話とかになって、もう別に僕も今、国境なんかにこだわってないですから、もう、それはそれいいんです。もうロシアが統治してもらったら、本当に。で、今さらそんなややこしいことも、日本のメーカーは掘りに行ってるんですから、命かけて。ね。これはもうわかるでしょ、世の中のこと。だから、エネルギーの残存量問題の方が現実的に重要で、食料とか、供給が全て止まったら終わりなんです。それ皆さん覚えてもらってください。テレビに出て、歌番組とかで、この間、録画だけしといて、見てみました。しょうもない連中いっぱい出てる。髪の毛染めるまだやめれないでしょ。無理。大人として無理。売れる資格ない。良い曲、歌詞、渡せない。他のメンバー、
作れる人たちがテイクもなかったらいいだけで、作ってる人たちを見てみます。髪の毛染めたりしてる人たちから脱落者無理。あなたたちに、あなたたちが上として良い曲とか提供すると、余計にそれを真似して髪の毛染める連中が現れる。いいですか、髪の毛染める薬品を加工してるエネルギーもいらないんです。工場も、工場を作るのに大量のエネルギー消費してるんです。金属溶かしたり加工とかしたり。いいですか、もう一度物事を整理整頓しましょう。曲、歌詞に関してまずクオリティが第一。これがなかったらアニメ業界とかも日本の映画業界とかもタイアップできない。本当にクオリティがなかったら、足らなかった、ゲーム業界も含めて。その辺でどうにか、ある程度どうにかしてる部分もあります。いろんな映画とかアニメとかのその感情的にね、起伏するようなところでそれに合ったものを採用しないと。歌詞の内容も曲質も、踊ってる人なんかはっきり言います、もうはっきり言いますよ、いらないんです。すごい厳しいこと言ってきましたよね、淡井圭介さんが若い人たちに対して。無理なんです。もう今から本当の実態を教えます。徳島県とかでも阿波踊りっていう踊りを昔からもうやめてしまえっていうことになったんです。国の税金使っていたから。着物とか本当に自分たちで買ったのかどうか怪しい。こんなもん調べ尽くすことが不可能で、その人たちが GoTo トラベルキャンペーンとかで神戸市の祭りとか、まあ、神戸祭りっていうものが5月ぐらいにあるんですけども、まあ、時期によっては6月とかになったりもします。乗り込んでくるんです、国の金使って。多分ね、もう国の金で合ってると思いますよ。GoTo トラベルキャンペーン自体を使ってるんだったら間違いなく国のお金です。もしかしたら都政六法とかで乗ってる公務員とかが宿泊仕事と称してきて、だから踊ってるのを仕事として認めたらダメなんです。もう祭りもいらないいらない、みこしとかいらないいらない、作るだけのエネルギーの余裕がないの。本当にもうみんな理解してって。本当に急に物流止まって終わるよ。平気で嘘のニュースを、今でも昔のニュースを放送してるのが日本なんだから。もう政府も本当に投資投げ出してるのか、どこまで真面目に頑張ってるのかわからない。そういう人たち何人残ってくれてるのか、いるのか、僕の話にしっかりとついてきてくれてるのか。理解できてなかったら勉強不足なんです。申し訳ないです。僕より実力下です。もう僕の方を上司として物事見てください。僕はダメだって言ったらダメなの。もうそれで動いてください。重機すぐ止めさせてください。マクドナルド、知ったことじゃありませんよ。あそこ売り上げ上がるようになったの、僕はマクドナルドの社長さんにもういいですよって値段上げてくれたらいいですからって。そうじゃなかったら絶対無理ですよって、あの金額って。今度従業員の方にしわしわ全部行くって。住居手当もない、扶養手当もない。ね、時間給、1000円だとか1200円とかで高いって思っちゃうんでしょ。無理ですよ。そんな人たち家なんか返せませんよ。これし始めますよ。土地をね、会社持ち物を上の建ててるところを自分がまず購入借金して、これし始めますよ。無理ですよ。土地と建物ワンセットで責任持って購入してもらわないと、ずーっと永遠に切り開いていくんですから。人口少子化なのに減ってるんですよ。生まれてくる人たちと差し引きして、お亡くなりになった方たち差し引きして、年間こう近年では30万人から50万人毎年お亡くなり、減ってるんです。だから生まれてくる人たちはある程度いらっしゃいます、いくら少子化といっても。だけども亡くなってる人たちがもっといらっしゃるっていうことなんです。これ頭の中に ないんです。で、僕のホームページを見た時に欄が多すぎてどこから見たらいいか分かんなくなるんでしょ。そこもみんなで努力したらいいじゃない。もうこっからここまで、ここはもう絶対読んどこうとか、これだけは絶対覚えておこうとか、その絶対っていう言葉を自分から自覚持って言わないと、テレビ出て。そこで覚悟があるかどうか分かるから、別に命を懸けるなんか言ってないの。ね。すぐに覚えること、一日で覚えれること、僕ずっと言ってるの。だけども行動を見たら覚えてないの。それは覚えてないの。ずーっと国の税金に食らいついてくる。消費税このままだったら本当に上がりっぱなしになる。無理。無理なものは無理。ありの仲町というこの小さな範囲内、たかが1キロちょっとか 2、まあ、2キロぐらいしかないと思いますよ。南から北に向かってね、大体で。横幅なんか500メートルぐらいですよ。そんなところに、いいですか、内科とか、ね。
まあ、内科に関しては駅の周りとか含めるとどうしても北進清和台とか藤原台が入ってきますけども、内科が10件以上多分あると思います。もう自分で大体撮影しました。で、その欄あるからもう自分で探してください。それぐらい根性あるとこ見せて各地で手分けして探しゃいいんですよ。で、散髪屋さんも10件以上ある、その理髪店とか、まあ、美容院とかそういう名称とか含めて、で、絶対この辺変、あの変な税金の食らいつき方絶対してる。で、やっと、漫画喫茶が閉店した、売り上げ的にやっと終わったところ、まあ、もしくは余計なものを置いてたから終わったところ、要するに、エロ関係のところ無理、それ暴力団の資金供給、暴力団イコールエロ業界ですから。売春防止法は1956年に出来上がったんですから、それまで政府上層部と金持ってたね、連中、金持ってたっていうのは会社の金使ってたって連中がね、経済界の大物だったんだから、この世の中巻き返していくの根性ある人間しかできませんから、どうせビビるから。で、警察まで使って僕を精神病院入れてたから、僕は30歳ぐらいの頃、要するに今から15年ぐらい前の頃から弁護士さんなしで裁判を買ってますよ。で、そこまで本当に言いますから、言う人間ですから。で、裁判所の裁判官の人たちとかでも僕のことを深く理解してくれてる人たちは何人かいます。けど何人かじゃ無理なんです。全員理解しないと無理なんです。じゃなかったら裁判所で働く資格なんかないんです。本当に。厳しいこと言いますけども。覚悟いりますから。上と戦うっていうこと。ね。法務大臣の河合さんも訴えられたでしょ。もう、もともと政府がここまでめちゃくちゃなことをしていた以上を、ね。誰が法務大臣になっても訴えられるんです。もうほとんどそういうシステムなんです。もうみんな法務大臣なんかなりたくないよっていうのは本当は本音なんです。無理だって、今度は自分は訴えられるって。だからもう今回の件でダメなところ全部洗いざらい、僕は指摘した部分だけでもいいから全部やめましょう。それしなかったら無理。いい歌詞曲作れない人は音楽業界に出てきちゃダメなの。大企業の娘、息子、公務員の娘、息子、地方公務員も国家公務員も同じ。知らんよ、そんなこと。家計だけで実力あるわけなんかないでしょ。社会出て働いてからよ。いろんなことを経験してから。自分が騙されていたって。法律の世界で矛盾がいっぱいあってって。ピンハネされてた側の人間なんだってって。それ理解してからだよ。あと仕事の絶対数を考えたときに、無理だって。仕事を求めたらダメなんだったって。最初からって。仕事を求めるからずっとエネルギーの消費が増えていって、後で食料の供給まで止まってしまうことになる農業を投げ出す。みんな、国が年間150万円お金出してあげるか、これは地方にもよります、金額。だから農業頑張ってねって、これぐらいの範囲は農業、なんとか開墾してねって、そんなもん運動部の人間が行ったら、機械とかいらないいらない。クワ。あれでできる。じいさんばあさんに任せてるから、幸運機とか使っちゃうんです。できるできる。植えたら、あとほっとってもいいんだから。あと、狩るときだけ。狩った後、まあ、お米で言うとね。あとは脱穀。そんなに難しいことしてない。簡単。学生さんに任せとけばいい。大抵のところは。だけども、日本の映画業界とかアニメ業界が売れたら売れたとかで、それで今度はハリウッド関係の学校が九州とかで作られていたんでしょ、いつの間にか。僕も知らなかったんですよ、いつの間にかそんなことになってたって。あとは兵庫県で淡路島に AIE かな、まあ何か、あのアルファベット3文字の学校、だからもうアルファベットの略語の学校なんか絶対もう、ここ日本、日本だからアルファベットの表記の学校なんかいらない。ちゃんとカタカナとかで表記してください。で、アメリカが出資したんだったらアメリカ、イギリスが出資したんだったらイギリス、フランスが出資したんだったらフランス、その責任で運営しますって言ってください。どうせ無理ですから。その国のことなんか深いところなんかわからない、無理。最初から僕もこれ今言ったこと無理言ってるって自覚はあります。だけどもそれぐらいの考え方じゃなかったら出店しちゃうんでしょ。学校を出店なんです。税金を使って海外旅行をしてしまってるでしょ。
それ違法行為なんです。法の悪用、他の法律で何とかしようとしても税金使っちゃダメ。娯楽とかの分野で無理。万博行為が本当は違法行為ですから。カジノもね、ギャンブル後遺症の人たちがあれだけたくさん出てきてね、人生破綻してるんですから。国の金まで、会社の金まで使った連中いるんですから。本当にいいですか。カジノとホテルとか会議所が一体化されてる施設へ、海外のところへね、会社の社員旅行なんか行ったら、会社の金使ったでしょ、全員アウト。ね、法人税に関しては、大きな経営、まあ、純利益を出してるところは、たくさん納税してください。これしなかったら無理。そのお金で作っちゃうんですもん。余計な建物。この辺で言ったら、申し訳ないですけども、飲食店で言うと、松の屋さん。何回か食べに行って、指針出てきました。肉が悪いのかなとか最初思いました。すぐわかりました。ドレッシング出しっぱなし。無理、絶対腐る。冷蔵庫に入れとかないと。お客様に聞かないと。ごまドレッシングはいいんですか、それとも他の、まあ、他のドレッシングは忘れました。何置いてたか。大体牛丼とかも、カルビ丼にしても、味付けして出してきてるはずでしょう。いる人だけ取りに行ったらいいんですよ。で、冷蔵庫からその都度出してあげて、どうぞご自分でかけてくださいって言ったらいいんですよ。ほとんどいませんって。ドレッシングを最初からサラダにかけておいてお客様に提供するの。ホテルではそれです。全部、あ、まあ、全部じゃないけど、ある程度のいろんな一流ホテルで勤務させていただきました。ウェスティン、ヒルトン、ホテルオークラ、神戸市立ホテルフルーツアパーク。ある程度の金額で販売している神戸市立ホテルフルーツアパークの経験も必要なんです。経済的にこの地方、あんまり所得ある人たちいません。だからこれぐらいの価格で、まあ、レストランとか運営するものです。この常識が混ざり込まなかったら無理なんです。正直言いますよ。神戸市立ホテルフルーツアパークの懐石料理とかでも、ね、本当はみんなそうだったはずなんですよ。3000円以上かかる食べ物って豪華な食べ物だったんですよ。だけども超一流ホテルとかのコース料理、1万円超えてくるようなコース料理を見た時に全員金銭感覚狂っちゃうんですよ。特にバーとか高い飲み物、ドリンク関係、2万3万超えてくるようなもので、特にテレビのもう変なオークションとかで30万だとか50万とか1本、あんなもの見たらもうみんな金銭感覚むちゃくちゃになる。プロ野球選手の年俸も同じ。いい、プロ野球選手、いまだにヤクルトスワローズも横浜ベイスターズも DeNA ですけども、国の税金使ってスタジアムを建設して、いまだに自分たちで土地建物を所有してないんですよ。それ本当は所有して固定資産税払わなきゃなんない。ね、さっきの最初言い始めた家の話、これ理解できてたでしょ、理解できたでしょ、なぜ土地と建物の一体化で個人の責任で家買ってもらわなきゃなんないかって。これで借金に追い回されて仕事場で頑張る人の出来上がりなんですよ。いや、その人たちの仕事が間違えてたら間違えてますよって平気な顔して言いに行く民間人、僕みたいな人間が必要なんです。これができなかったら無理。みんな世の中のこと現実よく分かんないまま、経済経済っていう赤字まで経済の金額に組み込みますから。ワールドビジネスサテライト、日経なんか。もう一回そいつら全員捕まえた方がいいって、もう僕も我慢の限界来たらテレビに向かって言いますから。もうこいつらの口座差し押さえた方がいいって。まず車からって。車乗り回すからって。それでエネルギーの無駄遣いするからって。それでやっと電車で通勤しようって。なぜワールドビジネスサテライトを報道ステーションと同じ時間帯の22時にしたのかっていうと、もともと本当はスポーツ番組扱ってないか、本当は9時からでもいいんです。報道ステーションがね、10時ぐらいから放送し始めたのは、野球とかの結果があったから、もともと。その頃、昔のニュースステーションの頃は、サッカーとか全部アマチュア、当たり前。自分たちで、国の、自分たちの会社の責任自分たちで償おうとしないんだから。だからアマチュア。
今の状態だとはっきり言います、国への税金への食らいつき方がプロだった、いい加減にしなさいよっていうことですよ。音楽業界もあんまり変わりません。会館ホールね、どこの音楽業界がホールを自社所有にしました、固定資産税払わなきゃなんないですよ。それしようと思ったらいいですか、ソニーとか ABEX に全員集まってください。で、できれば本当はソニーへの一本買い、ゲーム業界でくっついておいた方がいい、アニメはある程度扱ってますから。そしたら会社をまとめてしまえば余計な契約いちいちしなくて済むの。いついつどこそこでライブこれ行きましょうあれしましょう、全部日程スケジュール分かってくるから効率いいの、その方が。でね、全員が東京に集まっちゃダメ、支店を大阪、兵庫、福岡、北海道、東北、四国に作りゃいいので、多分四国は無理、音楽大学ないでしょ。でそれでいいの、もうそこまで音楽業界栄えさせなきゃなんない話じゃないから、それはそれで無理なんです。無理なものは無理ってはっきり言わなきゃ無理なんです。踊ってる人間まで雇い入れられない、無理だって。それだったら頑張って歌詞曲作ってきた人たち、良い歌詞と曲作ってきたのに、なぜ僕らが辞めさせられなきゃなんないんですかってなるから。元総理の孫知りませんよ。歌詞曲作れるんですか、できたんですか、で踊ってた。さあ僕も我慢の限界来たら言いますよ。これご家族間で言うと家族間でものすごいトラブルになるから、第三者の僕は言った方がいいんです。本当に家族間で本当に大喧嘩始まりますから、いらないものはいらないんです。雇用なんかできませんよ。かといって自立とかそんなもん無理ですから、法律でもあの自立支援法なんかいらないんです。それをするから働くところを増やそうとして余計赤字抱えてね、お客さんがいないのに働いてるふりをする人たち増やすんでしょ。無理なものは無理、自立支援法を作った人たちが自立できてないんです。いろんなこと分かってないまま公務員になったっていうことははっきり言って分かるんですか、議員さんの人たちが、議員の仕事が分かってないっていうことが。自立支援法を今すぐ消してください、いらないんですから。生活保護者の金額見たから分かるでしょ、24都道府県よりも人口多い神戸市の、神戸市北区も三田市民より多いんです。神戸市北区だけで、一区だけでね、そんなところに住んでる人間の生活保護費が円高の頃に一月 6万7千円なんだったんですよ。であとは住宅扶助、それで生活ですよ。6万7千で裁判なんかできるわけないじゃないですか、もともと。ずーっと長い期間お金貯めないと。で、精神病院行かされたら2万ちょっとですよ。で、電気代とか、ね、基本料金とかあるでしょ。引かれるんですよ。無理。病院から連絡されるんだから。かといって、電気なんか止めたら冷蔵庫の中めちゃくちゃになるから、電気をずっと通電させておかなきゃ無理。で、不法侵入やられて、僕冷蔵庫の中もめちゃくちゃされてますから、ゴマとかいろんなもの、虫とかいっぱいつけられてますから、虫100匹以上。あんなもの、冷蔵庫分解できる人間なんじゃなかったらできない。だから、各皆さんが、しかと自社雇用で、その、会社で働いた人間を管理してください。で、誰が悪さしそうな中、人間を窓閉まらなきゃ。会社辞めさせてから。暴力団側の人間とつるもうとするか、組もうとするか。今でもあるんです。簡単ですよ。DVD のレンタルショップ。アダルトビデオコーナーがあるんだから。性被害とかあるんだから、あんなもの置いたらダメだって。決まったでしょ？オバマ大統領の頃に、口座凍結してもらったでしょ？ね？それでいいんです。日本国内の法律でももともとあるんです。暴力団の口座差し押さえって。だから安倍政権の頃2016年、今まで毎年毎年借金が増えていっていた。だけども借金が逆に下がった、返済できた年あったでしょ。してあげたんですよ。いいですか？大手企業みんなあなたたちの口座差し押さえですよって。働いてる人たちも口座も差し押さえだったらいいんですよ。もっと借金返済できてましたよ。今の口の動きで無理って思った人が無理。それ君の考え方、無理なものは無理。
仕事中に仕事できなかった人が給料上がらないのが普通、ボーナスを与えられないのが普通。僕は頑張った仕事場で、だけどもボーナスをもらってない。週は株式会社で時給850円で1回だけ10万円というボーナスをもらいましたけど、10万円じゃボーナスとしては認められないよ。時間給850円、こんなに社会経験積んできた人間で、そこの会社に頑張って貢献してきた人間に、それまで1回目の雇用の仕方が日給プラス出来高、計算したら最低賃金法を逸脱します、1月の労働時間が300時間超え、無理。ボーナスはもともと労働基準法で払わなきゃなんない、法律ではありません。だから払わなくてもいいと言えば払わなくていいんです。それだけで過剰競争絶対起きるんです。それプラス解雇があるでしょ。それだけで従業員頑張るんですから、出来高不合日給でどれだけいじめるんです。さらに人材派遣業法まで作って、いじめよりここまで行くと人権無視ですよ。で、その次の年、2001年から2年かな、いや2002年から2003年ですね、いや違うかな、2001年から2002年ですね、2シーズン目が完全不合、同じ、そういうところか供託金取られて、それ支払ってもらってないまま、1年目も同じ、供託金取られて支払ってもらってない、3シーズン目が2005年から2006年、不合、供託金取られてしまい、絶対最低賃金法を下回る。いくら最低賃金のベースアップしても、あんな無茶苦茶な働かせ方しちゃ無理、本当に言ってくるから。週6日の人間作るならどうなって、僕は最初もう週4日でいいでしょうって、こんな1日の長時間労働をさせてたらって、現場これ本当は選挙かはもう夜の8時に終わるでしょうって、もう8時まででいいんじゃないですかって、音楽鳴らしながら街なんか巡回してるんですからって、でも正直売り上げないしって、もう11月上旬ぐらいからでいいと思いますよって、10月下旬から行ってる意味ないって言ってたんですよ。だから会社のその勤務体制変えたらいいって、で3月も中旬ぐらいでもう終わったらいいって、もうその時もう最後ですからって、しっかりともう白黒の印刷物でいいから買ってくれてるお客さんに渡したらいいんですよ。もう3月の中旬、この日がもうこの辺は最後ですって、あらかじめ前もって、そしたらその日が最後なんだっていうことで、どちらにしても回ったところで売れないんですから、ほとんど。だからこれ、うーんっていう声が聞こえてきた電波の世界の話ね。コンピューターは1リットルでも売れたら売れたなんです。コンピューターの認識はね。だからふざけたクイズ番組と同じですよ。だからそれが電波の世界だから、エネルギーの残存量で石油が残ってるか残ってないか、コンピューターなんかに聞いたら、1リットルでも残ってたらあるって言いますよ。しかも、掘り出すのに消費するエネルギーの方が多いのにあるって言いますよ。多分、コンピューターのことだから。さあ、踊ることを教えてた学校の人たち全員、国にお金を返納してください。まず教師、校長とかも含めて、役員含めてですよ、理事長とか。あんまり僕もあれこれ言われたらそうかなって思っちゃうこと正直あるんです。だから答え間違えるときあります。多分最初から間違えてたんですよ、何もかも。家のローンの返済の仕方が、最初の5年間家のローン金利負けてくれます。 3% よりも低い金利で最初の5年間は大体面倒見てくれます。少し変動があったら僕もお手上げです。だいぶ前のデータで言ってるんですけども、その辺は変わらないはずです。かといって政府の補助金一軒家買うのに400万円の話は、あれはどう考えてもおかしいです。それするから話が、中古物件が売れなくなるんですよ。新古物件が買った瞬間すぐに手放さなきゃならなくなる人も、綺麗な家いっぱいありますから、
それ中古でもういいから買うっていう人現れてくれないと無理なんですよ、本当に。十二分に綺麗な家が残ってますから。だから男性から見たら嫁、女性から見たら旦那が決まらなかったら仕事場がはっきりしないでしょ。そしたら住む場所が決まらないじゃないですか。だから音楽業界も結婚してから表舞台に出てくるの。それまでは下働きでいいんです、音楽業界の。そうじゃなかったら一人で家建てるの、家のローンを返済するの無理。土地と建物をしっかり購入してもらう話で進めると、だからといって会社が土地を提供してあげるとその人の給料下げなきゃならないですよ。会社の金使ってたことになるんですから。その厳しいルールを持って、でしっかりとした会社の利益があったときは会社の余剰金をしっかりと持ってなかったら後で経営破綻しますよって、この原理原則を守ってもらわなかったら無理なんですよ。世の中本当に厳しいっていうことを受け入れてもらって、恋愛商法じゃなくて曲と歌詞のクオリティで売らなきゃなんないっていうことなんですよ。売るっていうことです。歌詞と曲のクオリティで。それができない人たちは基本給上げれませんよっていう話になるんです。ボーナスもありませんよって。だって売れてる量見たらわかるでしょって。それでもこれだけ給料払ってもらってるんだから、あなたたちそれでも文句言うんですかって。最初から無理ですよって。若いうちからいろんなことを勉強して海外の歴史とかを知って、でどのような歌詞を書くべきか、僕がある程度のある程度認めてる人たちの、あもうこれある程度言わせてもらわなかったら、ある程度変な歌詞の曲も僕の、ホームページからアクセスできるようにしてますから、だからそれをある程度の言葉でね、やんわりと、まあ歌詞書いてるのはボーカルの人だと思いますから、何かあったんですかぐらいで聞いてあげなかったら、本当に裁判所でも同じなんですけども、相手もどんな事情が出てくるかわからないから、本当にいやもうこんな目にあったからもうこんな歌詞しか書けなかったとか、本当にその自分の感情をね表現して、でこっそりライブ会場とかコンサートでね、もう本当はそれもこっそりしなくて、もう全国放送で言ったらいいんですよ。もう俺らももうめちゃくちゃなこんな目に遭ってるとか、こんなめちゃくちゃな目に遭ってる人をもうこういう話だった、こういう歌詞にしたってもう言えばいいんです。誰やそのめちゃくちゃなことしや連中はって、これでいいんですよ。実名出しなさいって、どこに住んでるのって、個人情報保護なんかできなかったから余計めちゃくちゃになったんですよ、この世の中。まあ音楽業界の範囲ですからもう分かったでしょ。恋愛商法、もうライブ会場とかコンサートとかテレビ番組で愛してるよなんか言っちゃダメ。異性ばっかり見に来よう。同性が見に来てこそ本物。で、同性が見に来てるからこそ、特にこれ女性。化粧なんかしちゃダメよ。ね。髪の毛染めちゃダメよ。男性も髪の毛もちろん染めちゃダメよ。貴金属類身につけちゃダメよ。結婚指輪だけしていいの。そういうみんなよくわかるから。で、短いスカートもダメ。もう一応男性も女性もって言っときます。男性でも本当に、それ履かせられてるやついますから、本当に。本当に、やらさせられるんですよ。追い込みにかけられて、本当に。そうじゃなくて、何かトラブルあったら裁判所で解決しないと。もうこちらもいろんな事情を聞きますから。いろいろ訴えた相手に。で、それしなかったら、どの法律を削除するべきか、どの国会議員がそれにふさわしいかふさわしくないべきか、それテレビのニュースで放送してあげたらいいんですよ。それは政治活動じゃない。違法行為、法の悪用していたのは誰かっていうことをはっきりさせるためですよ。判例とか法律であったでしょ。多くの国民に関わることは広く伝えなきゃならない放送法でありませんでしたっけ。当たり前でしょ。それなかったら世の中むちゃくちゃになりますよ。で、これ聞いて喜んでくれる議員さんが、それだけはっきり言ってくれたら、我々も法律削除しやすいって言えるんですよ。正直、いやもう、本当は自分も大企業とかでも役員してた方だから、裁判所の裁判官していた方だから、弁護士していた方だから、もともと上の方に腐った連中がたくさんいるの分かってるって、それ一人で言うの怖いって
正直身の危険感じるって、これが本当はまともな 両親側の議員さんの本音なの、僕は言うしかない。まあ、最初から僕は二十歳ぐらいの頃にそういうことを言い始めた時に、だ本当にあれも警察署とか他のまあまあ兵庫県警内からか、まあ大阪京都もしかしたら隣の岡山あたりからも応援来ていてくれた警察官の方いるかもしれない。だから、岡川駅側と田王寺駅側と、要するにこの家の自宅近くと、あと絡んでくる拠点があったとしたら岡川駅周辺で、あとここの住宅で配布するから最初から警察官が入っていやいで、あと宮崎書店方向に逃げていくやつ、これでどの方向からも逃げ場なし、絶対捕まえる、すぐ高速道路乗っても終わり、その先に他の都道府県警あるんだから先回りして道路塞いだったりで、他でね、その逃げ出した人間、捕まってる人間、通行止めにされてた人たちの怒りあるでしょ、その捕まえてるやつに言ったらいいんですよ、お前絶対実名出せよって。あんまり長い間道路止めとったらお前のとこ、お前に請求かけてあるからな、いやいいんですよ。もうそいつも何十人からも言われたら、もうあの人に文句言いに行くのやめようって、そうなりますから。とにかく、曲、歌詞のクオリティ、ジャニーズ、無理、残れるの、そんなに踊ることにこだわっても、残れるの、一つだけ。歌詞曲回す気なれない。無理。で、その業界が踊ったり歌ったりしてるだけのカラオケ屋さんだったって言われてるのは、僕は小学生の頃からいろんな人たちから言われてるんです。さらにそこで抵抗したのが光源氏で、ローラースケートまで履き始めたんです。目立ちゃいいって考えたから。逆。違う。歌詞と曲。あとは余計なことした。あとはマイナス評価。ね、髪の毛なんか染めてるか不良化してるか逆の方向行くんですよ。だから誰かから何か聞こえてきたとしても、それ電波である可能性があるから、相手は本当にそう思ってる可能性なんか全然ない。で、その人も間違ってテレビのニュースとか放送を見て、子供の頃とか若い頃とか、社会で長時間労働とかさせられた時にテレビの放送とか見て、感覚おかしくなって言っちゃってしまってる方かもしれない。で、それを検察庁機能とかで聞かせてきて、じゃあ検察庁が一番悪いじゃないかっていう形になる。余計な文言何か本当は AI でも分かってるでしょって。そういう科学業界が、まだ自分の子孫とかは、ね、もしくは国会議員とか地方議員、知事市長かもしれない。その娘とか子孫がテレビ局が関係でテレビに出てるから、ね、何もなかったことにするのは逆無理。小池さん、給与半額にしてくれたでしょ？現行法規と現代日本法規、六法全書3までに収まる内容のものがあるんですが、それは図書館とか歯科に置いていません。うん、あんなもの購入家でしたら大変なことになります。だからプライベートで。家の中、体積埋まりすぎ。で、法改正があるから無理。コロ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 買い替えるなんか無理。六法全書でもなかなか無理。で、それを一回まとめてもらったんです。安倍政権の頃に。現行法規と現代日本法規をまとめて現代日本法規にして大蔵山の図書館に置いてください。はい、全員給与半額、閣議、上議員含めて。それしなかったら無理。もうそのニュースがもうテレビでこれだけ嘘言われて、もう僕もわからないですよ、見に行かなかったら。で、見に行く構図なんかありませんし、時間もありませんか、そんなの。全市議会とか県議会なんか無理ですって、自分が原告で訴えなきゃならない内容、これだけ山積みになってるんですから、何十件も。芦屋市長が26歳のニュースとか流れましたよ。本当なんですか？で、26歳でそんなめちゃくちゃな基本給もらったら、どうせ人格破綻者になりますよ。で、感覚狂ってるから、平気で余計なものを立てますよ。無理。26歳で基本給30万もあったら奇跡。本当に。で、そんな奇跡いらない。で、公務員だからどうせ住居手当と扶養手当ついてくるでしょう。で、ボーナスもどうせついてくるでしょう。とんでもない年収になる。26歳からそんな金握ったら、
もう一般人の人たちが一軒家買うのその土地建物プラスでね、それ分かんなくなるから、いいよもう都市会社で面倒見るような形でいいよまず建物から、これ言っちゃうから無理だって。それしてしまうと本当にもうめちゃくちゃな税金の投入の仕方になるから無理だって。ほら見ろカジノ作るとか言い始めとこうって。僕は東京オリンピック始まる前にめちゃくちゃ抵抗してましたよ。あの種目もいらない、この種目もいらない、ボクシング自衛官が乗り込んでくる、自衛隊なんか基本給めちゃめちゃ高いですからね、無理だって。もう災害救助隊に名前書いた方がいいって。ってもう戦車とか持ってたら余計な演習するんだから、ミサイルとか作っちゃうんだから、旧三大財閥とか富士重工とか川崎重工とか、いらないいらない、オートバイもいらない、あんなもの売ってたら事故車続出、作ってる生産元が訴えられる方、被告人もうそのルールでいかないと無理だから。暴走族なんか勝手に増えるんだから、あの暴走族の漫画見て。でその実態は富裕層の子供だった、世の中を勘違いして暴走族になった、特攻服まで買った、金ないとあんなもん買われへんから、何万もするもの10万ぐらいするかもしれない。でそれお金を持ったからといって買っていいって言ってるんじゃないの、君たちも騙されてるの、乗せられて金払わされて。そんな話持ちかけてきたやついたら、お前俺の財布の中身のなんか狙ってんのかと、もうええわお前との友達関係無理だって。携帯番号がお前の電話番号と名前も削除しとくよって。それでいいの、髪の毛染めろ、お前海洋基本法知らんのかよって、河川海怪我しはならないって書いてあるやろって。昔のあの工業問題で日本がどれだけめちゃくちゃなことしとったのかもう忘れたんかって。特攻隊お前本当にできんねんなって。他国の軍攻めてきたらお前航空機で本当に相手の船向かって突っ込んでいけんねんなって、自分の命かけてってできんねんなって言ったれよ、そこまできついこと。そしたらそいつ自分の方が間違ってたって、それで謝罪できるやつは公正の見込みあるけども、今の話で思い出した、俺の方が間違ってたわ、私の方が間違ってたわ言えるんだったら分かったな。あの人だって中学生の時1年から3年間までの間男子生徒なんか全員丸坊主だったんだぞって、お前も大人だったんだから髪の毛染めてるんだろうって、あの人みたいに社会人になってもあの人一回丸坊主にしてるよって、しろよって。僕も油断してた時に髪の毛染める話を何回も美容院の人間に言われてきて、染めさせられたことあるの、それお金支払わされてるの、こっちの方が本当は被害者。原告が美容院行って髪の毛切る人間が髪の毛染めていたら、そこ真面目に仕事する気ないから、脱法行為してでも金儲けしてやろうっていう、だからやってる側の人間だから、テレビ出てる放送でもやったもん勝ち、やったもん勝ちってずっと言ってたんですよ、やったもの勝ちって。罪を犯すか人殺すかのどちらかや、勝ったわけないやろ、お前ら本当に訴えられるの話や。もうこれ以上テレビで髪の毛染めてる人間見かけたら、広い挑発行為としてみなす、テレビ局も科学業界も含めて、テレビの科学業界に髪の毛染めてるように映像化加工してました、それでも無理、広い挑発行為、暴力行為、海洋基本法違反、他の人たち一般人がそれ見て染めちゃってるのか。以上、これが音楽業界の過去、こんな小学生でも守れる過去、18歳超えても守ってなかったらいいですか、高校生だったら定額ですよ、髪の毛染めてたらね。だからどちらにしてもテレビ出る資格ない。以上、これぐらい守れよ、守ってなかった人間がどちらや、誰やいちいち神がかり的な力で敬語使わなかったぐらいでいちいちメガネずらしてきてる、見たら分かるでしょ、途中で勝手にメガネ、ま、あのこういう風にずれたでしょ、敬語使わなくなった瞬間、敬語でもの言えっていう人間、時と場合に絶対言える、そうじゃなかったら無理だって。
喧嘩の止めようなんかないんだから。窃盗犯捕まえる時とかも大声混ぜんかったら無理だから、本当に無理。通報する時片腕なんかで押さえてられない、相手逃げようとするから、いろんな通行人に110番してくれって両手使って相手を押さえ込んでいても誰も110番してくれない。有馬警察署も本当はその記録残ってるはずでしょ。それでももう廃棄しました。何年か経過して窃盗犯捕まえたり、190センチ台と170センチ台の人の喧嘩止めに入ってますから、もう本当に命の危険感じるから、そんな喧嘩止めに行くと僕も今も体があんまり鍛えてないから無理だって、本当に無理だ無理だ言いながらもうマウントポジション取って、だからもう総合格闘技なんかもうテレビで放送しなかったらいいの、路上で本当にマウント取って殴り始めてたから、下コンクリートだって、後頭部考えろよ、とんでもないことになるよ、後で絶対後悔するから。生き残ったとしても植物人間とかなったら絶対その家族からずっと一生怒られるよ。そこで文句なんか言い返せる立場じゃないからね。以上、本当に学校教育で教えられてきたことばっかり、それ裁判所で言われて逃げれなくするためにね、知らないっていう方法で逃げようとする方法、民法の一応法律、まあ刑法でもしかしたらあったかもしれない、だけども一法律なんかで物事通用しません。軽犯罪法の礼儀なんか、軽犯罪法の礼儀だけで他の法律違反行為、差し引きできるかって言うたら無理。以上、正しい判例を見つけてください。裁判所の裁判官やそこの勤務者や公務員、公務員っていうのは地方公務員、国家公務員のことです、服務の先生してるはずです。してない人は公務員ではありません。してなかったとしても今や区役所等で人材派遣会社の人がもともと国の行政の仕事をしている以上を公務員の仕事をしているのと同じなんです。こんな無理な社会無理ですよ。守れるところは守りましょう。今更これが閲覧者数ね、1万人いかなかったらまだテレビ局の人間とかそれ見てないで逃げようとする連中、もう全員口座差し押さえたってあるんですよ。テレビ局で働いてた人間どうせいろんな大企業から出てきてるの知ってますから。以上です。まともの側の皆さん、ご協力のほどよろしくお願いします。見せりゃいいんです、しっかりと。以上、見てないっていうことは仕事を改革する気がないっていうこと。